はい、皆さんこんにちは。今日はですね、まあソロバンチャンネルなんですけれども、ちょっと割り算と割り暗算について、まあちょっと実は割り算は、ソロバンに、これ9桁しかソロバンがないので、ちょっと本当はみんなこれ168割6って、まあこんな置き方をね、最初すると思うんですよ。で、まあアバカスタジオでは、まあ8、9、7、9、6級まではね、168、ね、ちょっと今日この2問やっていこうと思うんですけれども、168割6の問題は、まあ168、割る6、まあ、1個点開けたところですね。ここにこうやって置き方を、まず、そろばんではしっかり両方とも問題を置くと。まあ、6級まで置いて、5級からは、まあ、ここを置かなくなるんですけれども、まあ、これは一応、まあ、そろばん上で見えた方がいいので、まあ、そろばんの上では置くっていうやり方で。で、まあ、例えば、そろばんのやり方ですと、まあ、僕の場合だと、まあ、最初の数を比べて1と6でね。で、1の中に6がないっていう言い方をするんですね。で、ないときは置く場所は割り算はすぐ前。ね、割り算はすぐ前、1のすぐ前に答えを置きますよと。まず答えの置く場所を決めますと。で、6の段で1で探せないですよねと。じゃあ広げてみましょうと。6の段で1でなくて16に近いのはって言ったら6、2ですよね。6、2なので、ここに2を置いて、6に12と割り算は引き算をしていくわけですよね。で、また、きちんと置く場所は1を確認する。4の中に6はないよねと。ないときは置く場所はすぐ前になりますと。まあ、アバカスタジオの生徒ではそうやって教えるんですけれども。で、6の段で4になるのはない。じゃあ広げてみようと。6の段で48になるのはと。そうすると、6、あ、48と。で、こうやって引いて終わりと。答えは28というふうになりますよねと。じゃあ、この問題のときに、暗算でやる場合はどうするかっていうと、このですね、まあ、ちょっと質問があったんですね。168割6っていう計算をするときに、問題は置かないんですよね。これ自体を、そろばんの、玉だと思い込んでしまう。なので、どのようにやるかっていうと、これちょっとね、気をつけなきゃいけないことで、まあ、そろばん式はなんか子供の右脳を鍛えるっていう本を出したんですけど、あれは実は桁幅を広げる、右脳のイメージを広げるっていうだけだったので、見取り暗算と、実は掛け暗算しか書いてなかったですね。で、割り暗算はどうやってやるかっていうとね、僕は小さい頃習わなかったんですよ、実は。で、まずね、1と6比べますね。1の中に6はないから、置く場所だけはすぐ前というふうにちゃんと決めて。じゃあ6の段で1になるのはないので、じゃあ広げてみますよね。さっきとまあ似てはいるんですよ。6の段で16に今の近いやつを探します。で問題は頭の中に置いてはいけないんですね。この割られる数はね。もういきなり1の中に6はないから置く場所はすぐ前。置く場所はちゃんと決めます。6の段で1じゃなくて16に近いやつ。そしたら6、2ですよね。6、2なので、もう2って書いちゃうんです。1個書いちゃう。そうすると、ここの玉を、ここにだから12円、ここから引くと思って、6に12って、ここに、だから4って残りますよね。6に12ってなくなったら。まあ、その番でやる人はこうやって6に12って引いたりするんですけど、ここに48今度残ると。じゃあ今度 6の台で48。6何48、6、8、18。こうやってやっていくわけですね。だから、その番でやる割り算よりも暗算でやる割り算の方が早くできるということですね。これはね。その番ではしっかり確かめてやるんだけど、割り算、暗算では、これは、置かないと。で、なんで置かないかっていうと、これはね、168と割る6ってあって、これ例えばここに2って置きますよね。そうすると、この時点で600216 8って頭の中に浮かばなきゃいけないんですよ。これきつくないですかと。ね。例えばね、5級より上になって、例えば168だけ頭の中で浮かべる方法ってもあるんですよ。こっち置かない方法ってのもあるのね。ちょっとまあ言葉は別に今使いませんけれどもね、難しい言葉は。168より6で、じゃあ6、2、12ってやった時に、これだったらもういきなり4桁分頭に入ってなきゃいけないんですね。これで結構頭の中できついですよねと。4桁の暗算ができないとちょっと浮かばないと。そうすると割り暗算、難しいな、みたいになっちゃうんですけど、そうではないわけですよね。もう一回暗算の復習をしていくと、はい、一回答え消してまして、はい。いきなり問題まず見ると、1と6で比べる。答えの置く場所を決める。1の中に6はないか。あ、すぐ前に置くんだなと。で、6の段で1になるのはない。で、6の段で広げてみます。16になるのいくつと近いやつですよね。もちろん引けなくてはいけないので、6、2。ここに2書いて、6、2、こっから12って引く。そうすると、ここに4が残りますよね。そうすると、隣の数に比べると、48って残りますから、今度は6、何、48ですかでも、これもぴったり6、8って書いて、これだけです。作業は。これだけです。はい、これは3桁になっても同じですよね。4の中に7がないと。で、その番でやったら、だからね、こうやって、その番でも一回解説しましょうか。その番の場合だと、はい、こうやって問題を置いてから。で、まず、だから、その番でやるときは問題を置きますけど、あんなのときは問題置かないから、あんなのときは早い。早いっていうのはそういうことですけど、4の中にまず7がないからすぐ前。まあ、そろばんで1回やってみますね。1、6、4、12。はい、5の中に7がない。すぐ前。7、7、4、16。
2の中に7がない。置く場所はすぐ前。7321。これ673。その番だとこういう作業です。しかし、暗算だとどのようになっていくかっていうと、まず4の中に7がない。すぐ前。7の段で4じゃなくて47に近いやつ。76ですよね。7642。で、ここに5残るわけですよ。5の中に7はない、すぐ前。7の段で5じゃなくて51っていう広げてみればいいわけですね。51ってここに残ってるんで。それと7の段で7749が一番近い。51から49っていくと、ここに2残るんです。最後、ここに21円残っている。じゃあ、7何21ですか ?7321。終わり。こんな感じです。なので、一個ずつね、一個ずつ答え、割り暗算は書いていっていいです。僕ね、小さい頃、割り暗算は答えをまとめて書きなさいって実は教わったんですね。でもね、これが一個最初の出だしの問題なんですけど、これ割り暗算で、大体ね、僕のそろばん教室ではもう7級になったらこういう問題をやるんですね。これだったら6級の問題、6級の時にもやるんですけど、ただ、6級の時にやるって言っても、これ自体はもう、暗算の試験で3級とか4級とかで出てきますから、大体、暗算の方が2つ、級が進むんですよ。このやり方でやると。で、とにかくね、一個ずつ書いていいんです。一個ずつ書いていい。これはね、僕がね、もっと上手になった時ね、まあ、これちょっとおまけみたいな話かもしれないんですけど、10桁割る5桁、で、答え5桁になったりするんですけど、5桁いっぺんに答え書くのって辛いんですよ。辛いんですよ。僕はまとめて答えを書けって教わったんですけど、これは一個ずつ書くのは僕は正しいと思ってますね。11桁割る5桁、F0 の問題にね、これ暗算でできる人って世の中でいっぱいいるんですよ。125億3689万7542割る6万5381みたいなね。そんな問題を、まあ、もちろんペーパーですけどね、これ覚えておくのと、ペーパーでやるのちょっと違うので、でもそれができる人が世の中に、まあ大体僕はまあソロ番会、なんとなく分かってる、500人ぐらいは暗算でできるのではないかなと。日本全国で。それすごくないですか？では大体どれくらいで解くかって、まあ1台10秒ぐらい。10秒ぐらいあれば、まあ、11桁割る5桁の計算なんかはできてしまうっていうね。なんか世の中恐ろしいなと思いますけれども。まあでもそれぐらい、一応人間の可能性としては、可能性があると。ただ一方で、答えは6桁覚えるというのは辛いんです。だから1個ずつ答えを書いていって最後完成させる。でも別にそれは、それでいいんですよね。で、大きな桁数をやるために、最初の導入で割り暗算どのようにやるかっていうね、そんな話をしましたけれども、そろばんの割り算と暗算の割り暗算では少しやり方が違うと。そして、質問があったのは、これ割られる数というのは、暗算でやるときは頭の中に置かないと。なんでかっていうと、これだけの、問題と答えを頭の中に記憶しておかなきゃいけないっていうのは、まあ、できないわけですね。これは掛け算の量落とし、掛け算の型落としとかっていう話も、まあ、ちょっと話が難しくなっちゃうので、ね、繋がっていくんですけれども、掛け算はもう絶対量落としです。絶対量落としです。もちろん型落としを使う場合、応用計算の中で使う場合もありますけれども、型落としとか両方置いてね、掛け算やる方法もあるんですけど、それを暗算でそのままやそっくりやることはできないんです。よっぽどの頭の中で桁が浮かぶ人でなければね。でも別にそんな能力っていらないんですよね。別にきちんと暗算ができればいい。そろばん式暗算ができればいい。掛け暗算、割り暗算、見取り暗算。見取り暗算って足し算とか引き算ですね。そこができるようになればいい。フラッシュ暗算が最終的に、まあお家の人が見て分かりやすいですけどね。そういうことができるようになるのが今のそろばん教育。今のそろばん教育にはなるので、もちろんそろばん弾くのも大事です。それは集中力とか忍耐力、観察力をすごく鍛えます。一方で暗算はどの能力を鍛えるかというと、イメージ力、右脳力、全体を把握する力。これ国語の読解でもね、今中学受験とかやってますけれども、その国語の読解とかでもなんとなくどこに何が書かれているのか。まあ僕なんかも説問と問題をバーっとなんとなく最初見たりするんですけれども、その説問となんか問題ってやっぱりリンクしてる部分あるじゃないですか。あ、この同じ問題、同じ言葉が出てきたとか、同じフレーズが出てきたとか。そういう風になると、すごく問題が解きやすくなるんですよね。だからやっぱりその暗算の能力、右脳力、それから集中力とか計算能力とか。まあそれはもともとまあ左脳も右脳も実は使ったりするんですね。まあ上手になると。だからなので、あとソロ版っていうのは実は脳をフルに活用する、まあなんていうのかな、そういう習い事だったりしますのでね、ぜひこれからまあソロ版やりたいっていう方もね、ぜひそんな部分も含めてですね、まあ掛け暗算だったら、例えばまあ習ってない人であればね、ちょっと掛け算なんかの量落としで教えてますかっていう一つね、そんなフレーズをちょっと教室の先生に聞いてみてもいいかもしれませんね。そこでどんな答えが返ってくるかっていうのはまたそれはそれで楽しみだと思うんですけども、量落としで教えてますっていう塾であればとりあえずは上位1割には入るソロ版教室だとは思います。もう本当にね、おじいちゃんおばあちゃんがね、多い世界なので、で、それを、元気なおじいちゃんおばあちゃんもいます。そして、すごく前向きなおじいちゃんおばあちゃんの先生もいます。ね、それは別にいいんですけれども、なんか守りに入ろうとしてる先生もいっぱいいたりするので、そうすると昔からのやり方が正しいと思ってずっと教えてる先生ね。正しくはないです、それはっきり言って。
で、今の時代に合わせた、やっぱりスタイルで教えていくっていうのが、やっぱりそれは正しいことだとは思っていますからね。未だにだってこの間聞いたんですよ。そろばんの角で頭殴られるっていう、そろばん教室。怖くないですか？怖くないですか？そんな教室あるのってまだあるんですよね。80歳とか90歳の先生がやられてる教室なんですけど、いやいやいや、それはもう今のはっきり言って時代遅れだよねと。もうだって警察マターじゃないですか。そんなこと言ったらね、もう警察沙汰になるぐらいの、そんな、問題事故になると思うのでね。まあそんな面も含めてですね、どんなそろばん教室を選ぶかっていうのはとても大事になってきます。武蔵小杉横浜にもね、アバカスタジオできましたので、ぜひよろしければね、ホームページの方も見ていただければ、まあ蒲田と武蔵小杉、それから横浜、それからオンラインでも一応対応しているということなので、ぜひチェックをしてみてください。まあそんな形でね、またリクエストがありましたら、まあ、僕なりの、方法をこれまた YouTube で喋っていきます。もちろん教え方自体はソロバン教室ごとに違います。で、いろんな教え方があるの僕も知ってます。いろいろな塾から転塾してくる子も多いのでね、だからそれは自分で分かっておかなきゃいけないんですけど、でも転塾した子を拒否することは基本的にはしません。僕も転塾組なので、最初のソロバン教室が潰れて、その次のソロバン教室で拾ってもらってっていう形で、やっぱり自分で、なんとかこうやって大会とか出るようになったら、検定って楽しいなとか大会楽しいなとかってソロバンがいろいろ知れるようになったのでね、そんなところも含めてですね、ぜひ皆さんいろいろソロバン教室検討してみてください。それではまたね、皆さん良い一日をお過ごしくださいませ。チャンネル登録などもよろしくお願いいたします。それでは皆さん。